すごいですね。バキューダと虹の峠ですね。これまだあの2つともねパンチ効いた作品になったんですけども、あとあのこれね毎回ゲストに聞いてるんですけどもね、あのスタジオ心理に入閣されたきっかけっていうのはね、これぜひね聞いてみたいと思いますね、はい、あ、入閣のきっかけですか。はい、あ、実はですね、監督さんがね、映画の撮影場所をしている滋賀県の扇というところがあるんです。扇、はい、でその扇から下に下ったところに扇の里っていう町がありまして、ね、はい、私はそこに住んでるんですよ。ああ、もう近所にね、住んでらっしゃる。はい、それで監督さんが扇を舞台にした映画を撮っておられるって聞いて、ほうほう、ぜひ私もそういう映画のね、一部になりたいなと思いまして。ああ、そうですか。あ、それでスタジオ心理に入学したということ。もう一目惚れみたいな感じ、はい、あ、一目惚れそのものです。いやもうさすがね、もうまともなコメントが出てきましたね。なんか前回副会長さんがね、忘れ物を取りに帰ったついに入ったみたいなね、まあこれぐらいにしておきましょうかね。さすが藤原さん、やっぱ格がね違いますね。はい、デビュー作はでも大木とはちょっと関係なかったかなと思うんですけれども、あ、これはちょっと藤原君的には深くだったのかなと。ああ、確かにそうですね。やっぱりそうですかね。はい、点数的に言うと何点ぐらい、うん、点数的には、私的には70点ぐらい、ね、やっぱり、ね、それぐらいですね。あとの30点はやっぱりもうちょっと出させてもらいたかったなっていう。やっぱりそうですよね、はい、ちょっと短かったですからね、シャルがね、はい、この役は何か気合を入れたポイントとかあるんですかね。気合を入れたポイントですか。あ、そうですね、私結構声に自信がありますね。ああ、そうですね、それに私にとってはあれが初主演でしたからね、バミューダがね、はい、はい、バミューダ初主演でしたから、ね、はい、あの映画が、まあ、私にはちょうどよかったとも思うんですけどね、はい、尺的にも、はい、出番的にもそれぐらいがちょうどよかったの。ちょうどよかったですね、はい、まあね、謙虚な方ですね。もうね、いやいや、まあいい声ですよ。まあ2作目の西の峠は、はい、がっつり扇で出演されてましたけども、はい、これは日本兵の役ですかね。あ、はい、陸軍の二等兵っていう一番階級の低い兵隊さんの役をやらせてもらいました。はい、はいはい、で扇に恋人がいてるんですけども、恋人というか妻がいてるんですけどね、はい、戦争がもう始まって出征していく、まあまあ、戦争によって、まあ、愛する妻と離れ離れになっていくという、そういう悲しい役どころですね。切ない青年の役を、はい、切なかった、演じられたわけですけども、はい、この役を演じるにあたって何か意気込みっていうのはありましたかね。気をつけたポイントとか、気をつけたポイントっていうのはやっぱり現代人の雰囲気を出さなかったことですね。ああ、もう昔の人になりきろうと、はい、そういう、ああ、はい、まあなかなかね、なりきるっていうのは難しいことですけどもね。難しい、はい、この映画の裏話とかありますかね。裏話ですか。はい、まあ、裏話というか、まあ、これは苦労話なんですけどね。あ、もう全然大丈夫です、はい、撮影してた時期はですね、7月8月の夏真っ盛りの暑い時分だったんですよ。暑いです ね、はい、ね、みんな汗だくようになってスタッフ全員、はい、撮影してたんですね。でそんな最中にですね、扇の方々って、私たちに地元の、ね、はいはい、地元の方々差し入れしてくれたんですよ。お、はい、ね、でそれでね、なんか地元の方々でね、ものすごくね、うん、もうなんかつながりが持てて、うん、ね、ああ、そうです ね、やっぱり映画はね、ロケに行くとそこの地元の人とね、すごい仲良くなって熱い輪ができますから ね、その辺がいいですね。で虹の峠はですね、やっぱりいろんな人、扇の人もそうですし、扇の里の人たちもたくさん参加してくれましたからね、はい、だからいろんな人とつながれてきてね、私自身もね、なんか人前ちょっと成長したいな、もう成長させてくれる映画になりましたね。そうです、ね、もう本当にもう扇の方々もそうですね、もう扇の里の方々もみんなに感謝します。いや、まあ、みんながね一緒に大きくなった、そういうね作品ですね。ですね、はい、はい、ありがとうございます。キメラ新コーナー、キメラのことわざ辞典。真綿に針を包む。中野亮の空振りホームラン。当人小林が絶対に使わない横文字。よし、明日が僕のファイナルワーズ。決める。はい、続きましてはですね、ゲストが選ぶスタジオ心理作品お気に入りナンバーワン。果たして今回のゲスト藤原浩二君はどんな作品を選ぶんでしょうか。聞いてみましょう。はい、
私はですね、あの大魚舞台にした映画大好きですので、あのこの虹の峠の一つ前の作品、夏の恋歌という純愛映画があります。で、あのこの純愛映画、私はあの通りすがり A の役で出させてもらってるんですが、あのこの映画はですね、あの60分あります。ですので、この残念ながらここでは紹介できないんですが、あのこの映画の主題歌を歌っていらっしゃる、ハルモニアさん、ハルモニアさんの、ミュージッククリップがありますので、それをご覧いただきます。どうぞ。